た昨晩のご利用いただきまして本当にありがとうございます。ちょうど皆様方で、出発をいたしましたところがご覧なイベントがなければゲンさんが出没する時間帯だったんですけれども、お会いはできませんでしたでしょうかね。玄武道と申しましたら、ご一気にもご案内させていただいた方があったかと思いますが、お金投げていただけましたでしょうか。なんと、あの石の通りにお金が乗りますと願いが叶うこと、どういたら、はい、ごめんなさい、日本語でこのまま案内をさせていただきたいと思います。はい、この子の通りなんですね。え、この子のシャドウ公園なんですね。そうだ、伊豆市はですね、秋になりますと喧嘩だんじりが有名なんですけれども、まあ、実際本当の喧嘩にも発展してしまうんですが、だんじりは一体伊豆市家族のこっからかしにしまして寝袋を持って並んだわけでございます。そして今回ようやく桂小川のね、滞在しました店員の前にいただけたんですよ。もう厚かましくお酒回してまいりました。
またよろしければ来年伊豆市には何校か小学校が、伊豆市の吉祥寺のすぐ裏手にあります東道小学校が、お客様の左手田んぼの真ん中にぽつりと立っておりますが、